一週間心霊スポット生活リボン振り返りトーク。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一週間心霊スポット生活リボンがですね、ついに全部公開終わりまして、お疲れ様でした。毎度おなじみの振り返りトークですけども、どうでしたか今回。私ですか通訳さん主役じゃなくてというわけでですね、今回はアメリカの、精神病棟が舞台となりましたが、突然なんか手紙が届いたとこから始まりましたけども、いかがでしたか、あの手紙を見た時の。いかがでしたか。いやその最初に見た感じはどうでしたか。いやだから本当意味わかんない手紙が来て、あの本当なんこれっていう、いたずらかなみたいな、はい。まあ、自分のそのそっち見ることの活躍が届いてこでまず感動しました。まあ、わざわざアメリカから手紙をくださって本当に嬉しかったです。まあやっぱこういう手紙が今後来ると思うとね、ちょっと嫌だなと思うんで、二度と送らないでください。まあ、今後ともこういう手紙あのバンバン募集してますので、世界中各国の皆さんよろしくお願いします。会話なんで。ありがとうございます。Thank you very much. Thank you.まあ、改めてなんかじゃあ舞台のことを軽くちょっと話したいんですけども、はい、結核病棟と老人の精神病棟と精神病棟のこの3つの棟に分かれてるんですけども、どうですか、その各場所ごとになんか感じたものとかなんかありますか。やっぱ精神病棟は異常にやばいって、僕は結構老人精神病棟、はい、の時点で結構怖かったですね。まあそうでしたね、あなたビビったりしたもん、はい、結構あの廊下も長いんですよ。長いね。この人だってなんかあの行きの車内で、まあ、ララカさんっていう女性の通訳の方がいたんですけど、その人の前でなんか、いや僕は結構余裕なんですよって結構序盤行きましたんです。大丈夫ですかララカさんみたいな、ね、結構その女通訳をちょっといじり回してる。浮かしすぎだよお前。そうですね、あのみんなで回った時とかもララカさんなんかあそこにいませんみたいな、そのなんかいじる側のスタイルだったあげたら真逆だったもんな。そうですね、ララカさん全然ビビってなかった。そうなんだ。でもララカさんが初日のロケハンかなんかの時行った時、なんかねこうパワーストーンみたいなのをつけてたらしいんですけど、それがパンって弾けて、そうもう俺なくなっちゃったんですよって言ってましたよ。そんな怖っ。なんか明るく話せんの。意外と平常心すごいな。そんなあったら岩田もその場でうずくまってましたよ。あじゃあ結構やばいとこなんじゃないですかそこ、大丈夫したみたいな。いいんだよ。ちなみに老人の方とかはなんか上から音聞こえたとかなんか結構話で出ましたけど、あ歩く音と西尾がなんか言ってたよね、上から音聞こえた。歩く音ですか。そう、上ないのよね、あそこ上ないんだ。1回しかないんだけど、西尾がなんか、なんか上からなんか音聞こえてってずっと言ってて笑い事じゃないですけど , 笑い事大丈夫かなってちょっと思ってましたけど、こいつ何言ってんの、上ないのに。そんな、まあ、3箇所あったんですけども、僕にも振った方がいいんじゃないですか。だからいやなんか今振ったら変なリアクションしてたから待ってたから主役皿すごいんだよなこの人。主役は普通聞くでしょ。いやどういったら聞いたら僕ですか多分その俺らの言い伸びしたから、まずこの古文に聞いてから最後応募す聞かないとダメだし、いやかなと思ったから、主役なんか今喋んのかと思ったら全然乗ってもらなかったから自分のターン待ってたんですよ。失礼しました。で今回主役を務めました西尾さん、まあ、3カ所1週間泊まったわけですけども、どうでしたか。結核病棟がほら僕ら1日目というか最初いたじゃないですか。やっぱナースステーションは精神病棟で、やっぱ奥に行くにつれてもやっぱ雰囲気全然変わってくるんですよね。あれナースステーション行くまでになんか扉があるんですよね、それを開けなきゃいけないんだけど、それ開けて中入ると一気にもう空気感ゾワッというか変わって、でそこから精神病棟が続いていくじゃないですか。あそこは特に本当になんか動画とかでも僕だからね、足音聞こえたとか言ってますけど、全然あれも誇張してないんですよ本当。でもガチガチですよ。なんでお前らそのなんかポカンみたいな顔してこの人何言ってんだろうみたいな感じでめちゃくちゃ怖いからね本当に。いやもう怖いですよなんか今の方が怖くないですか。怖いですまあ今回はもうその1日目から振り返っていきまして、まあ、本編に入りきれなかった未公開映像なんかも交えながら、初日まあ普通にインディアナ空港に到着しまして、ロックビル、まあそうだね、という街にまあ最初たどり着いたんですけども、あの街はどんな感じでしたか。まあ寂れた街でしたね。寂れたな。まあ夜になってやってるレストランが1個しかないんだよな。1個しかないね。
まあ、僕らはそこによく行ってましたけど、まあ、とにかく田舎町って感じだよね。田舎だからね、店員のね教育が行き届いてねえんだよな。え、どういうこと？あれ持ってこいって言っても一個も持ってこないんだよ。飯野がとかも来ないし、飯野が行っても、飯野が行っても無理だよ。飯野が行ってもなんかあはみたいな感じ言われて気づいたら別のとこ行ってんのよ。あ、こっち来い、こっち来いって。いや、その場合チップとかどうするんですか？いや、だから払いましたよ、さすがに。いや、悩んだけどな。本当に悩んだけど、でもやっぱその払もう来る可能性があったのまだ。ああ、そっかそっか。でこいつらチップ払わないって聞いたら、そのやっぱ食べ物とかに唾混ぜられるって聞いてたから。それが怖くてね、前回の教訓もちょっとあるしな。そう、払わなくてよかったな、あれは。いや、普通にいいのコメント欄にビビってただけですけど。ブルーレイのコメント欄なんかにはビビってないですよ。俺らがなチップいらねえんじゃないかっつったら、いいのがいや、そんなん炎上しちゃうよっつって。でもなんかそのなんか俺らが裏でこいつチップゼロだなみたいな LINE で結構やり取りしてたんですけど、その LINE にそのララカさんがいて、え、ゼロですかみたいな、なんか衝撃のスタンプみたいなの送られてきてたので、西尾さんと、まあ、我々キチクサフ3人でグレックに最初出会いましたけども、初めて会った時のグレックはどんな印象でしたか？白髪で巻いてるじゃないです か、うん、だからマジで支配人って感じでしたよね。まあ確かにな、アメリカのなんか老人みたいな感じしたんだよ、生かした。でもなんかいろいろとやっぱ詳しそうだなって感じはありましたね。ハットが似合ってましたね、インディ・ジョーンズみたいな。なんかなんすか、そのハゲてるみたいなこと言いたいですか？ハゲがちってこと？いやいや違う、話聞いてました。なんか半笑いだったんで。いやいや、似合ってたって言ってたんですよ。グレックもあとスティーブとビル、まあ、この3人割と出てくるんですけど、その画面上では伝わんないぐらいでかいんですよ。でかいね、全員でかいね。ちょっとそのワンピースの世界観みたいになってるし、ね、でかすぎてあんま分かんないけど、その並ぶとえぐいんだよね。グレックも超絶でかいし、グレックもでかいね、横もでかいし上もでかいんだよな。スティーブもそれよりもでかかったもんね。全員189あったよね。あった。ビル、ビルなんてもうやばいからな。いや、ビルはね、俺も見ましたけど、なんかあのなんかね、ベルトをつけたのズボンみたいなじゃないですか、ほんとポパイみたいな。そうだ、でかくした。ビールはマジでその俺ら3人合体したらあんぐらいの大きさになるなる。ちょうど3倍なんだよな。すっごいのあれマジで。ビールはそのアメリカ人の中でもでかい方らしいけどね。でかい方らしい。確かにビールだっけな、なんかあの車なんかね、あのもう撮影終わった後なんか車で移動するみたいなシーンの時にビールになんか乗せてもらったことがあったんですけど、もうこれ乗って運転するぞって時にもなんか車内の天井で頭ぶつけてたんですよ。アメリカの車と日本のやっぱサイズは変わんないから、だからそこは苦労してましたよね。あとめちゃくちゃ余談ですけど、あのスティーブが、まあ、ちょっとなんか渋いイケオジみたいな感じじゃないですか、うん、だけどスティーブあんま仕事できないらしいです。もうやめろその変な暴露するの。お前グレックが愚痴ってたんだろ。グレックが言ってたよ、その今の悩みはスティーブとかビルにもっとちゃんと仕事を振って手放しで経営することだ。だから経営者だよ。経営者だな。グレックが凄腕の経営者だからね、うん、もう何個も会社やってるよ。そうなんだ。そこでまあ西尾さんはね、グレックからいやようやく来てくれたかみたいな感じで喜ばれてましたけども、なんか通訳の方がちょっと何なんでしたかね、あれは。確かにミスですか？まあでもそうですね、気まずいんですよこっちも、なんかあんなちょっと嫌がられちゃうと、いやわざわざ来てくれてありがとうっていう歓迎ムードなのに、いや俺そんな調査別にしないよみたいな言えないじゃないですか。言えよ。いや言えないですよ、来たのにね。そうです、なんでだからちょっとそのちょっとうまい具合にやるしかなかったっていう板挟みだったんで。いや板挟みじゃないでしょ、間を取り持とうとしてたこっちもきつかったです。じゃああのシーンのせいで、あのシーンってお前の通訳のせいでその水戸がより深まったのよ。あの毎回そのなんか2日目3日目ぐらい来てくれるじゃん、どうだ進捗はみたいな。だからそうウキウキで来るから。まあ確かにな、ほんと一回も話噛み合ってることなかったもんな多分。どんどんなんかお前のせいで、そうどんどん上がってくるあっちはテンションが。でまあそんな中ですね、まあ最終的にはもう無理やり、無理やりではないですけど、西尾さんがサインしてくれまして、あ、ね、ようやく、1週間心霊スポット生活リボーンが始まるということで、最初に行ったのは結核病棟の調査でしたけども、あ、1個目でびっくりしたのはあれですかね、あの影ですかね、足音と影。ああ、西尾が階段に接近したタイミングではっきりと聞こえる階段を下る足音、さらにその後階段を捉えた西尾のカメラを確認すると、誰だに誰もいないはずの階段の踊り場に謎の影が動いているのが確認できる。あれががっつり映ってた、まあ
シーンでありまして、その後地下トンネルの調査、地下トンネルでまあ音が聞こえて、で結局須藤さんのゾーンみたいなのも発見したっていうのが1日目でしたけど、ね、早いですね。1日目でも発見したんだ。なんか地下トンネルはなんか調査してくれみたいな話じゃなかったっけ。そうですね、地下トンネルには頼むから行ってくれっていう感じで、そう言われたから行ったんですよ。絶対行ってくれってで、じゃないと企画にならないからってで、とにかく長い地下トンネルをくぐり抜けたんだけど、動画中だとなんかあの10秒ぐらいでもう届いてたからあのもうおかしいなっていう。あれ長いよな、結構やってたっしょ。相当長いな、それ。あれ長いよ。なんとなく一本道だと思ってるかもしれませんけど、あれ4回5回ぐらい曲がんないと。そうだ、怖いねで、あそこからマジで、え、このシーン使った？入り口にね、そのなんか、なんていうの、こっから滑るぞ危険みたいな、あって、そっから奥進むと一気になんかその蒸し暑くなるんですよ。あ、使っちゃった？そこだけ使いました。あ、なんだよ、その。よかった。よかった、お前。いや、でもなんか、暑いなーの一言だけになってなかった。気温が普通に。なんか、このトンネル暑いなーだけの一言やすい。俺も、どうしたの、ここみたいな。うん、いや、怖みたいな感じの雰囲気撮ってたんですけど。うん、動画見てる人からしたら、暑いなーっつって、そこ進んで、もうちょっと行ったら、なんか出口出てきたってなった。っていうことがありまして、で、こっからデイ2に行くんですけども、こっからちょっと未公開映像がありますね。デイ2のですね、我々が西尾さんに、調査金グレックと渡した後の外に出たがる西尾っていうスタッフ絡みの未公開があるんで、そちらちょっとご覧ください。 We are leaving this door、okay? お前らの近場所です。びっくりしてきよ、ここで。あ、大丈夫です。いや、大丈夫です。グレックは、グレックは大丈夫一緒にグレックステージを。Alright, we're going this way? Yeah. Alright. We're locked or unlocked? Locked. Locked. Uh-huh.顔が違う。ガチでしょ、これは。はい。毎回マジで言ってんだよ。ちぐせマジでだったわ。すいません、すいません。See you tomorrow. 早いな。西尾さん、はい、じゃあまた後で物品だけ届けに来ます。いいな、お前どうにかしろ、ほんとに普通帰ってこいよ、腹減ってんだから。その後僕がご飯を届けに来た後で、おお、結構かかったな。ちょっと遠いんですよね、俺森なんだよな。動物園の檻入るってことなんだ。危ないってこと。危ないだろ。結構油断しちゃいけないんだよ。ガブってやられる。ペット穴みたいなとこ作っといてほしかった。飯入れるよな。お前らすごいね。じゃあ、行きます。あ、いや、ちょっと会えました。一人ですか？一人やばい、一人やばい、一人やばいんだ。なんかベルト持ってるやばい、これ首やられるぞ。一人一番危険だから一人だな、ベルト使ってる。おい、グレック、グレックいるじゃないか。グレック、グレック助けて、グレック、グレックに助けもらえねんな。どうもで、うわ、これはいいね、これはずり落ちないわ。おい、来た、完璧だ。これ来ましたね。来る家具になるんだ。この絡みが毎回あります。あ、これ毎回やってたんだ。でもまだライトな方だと思いますよ。朝は別にいいんですけど、夜になる前ぐらいの絡みの時は本当に夜迎えたくないんで。夜はひどいな。夜はもうガチで。もう長いです、本当に。なんだ、なんかその、なんか皆さんそんな感じのスタンスなんですか？いや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 、違うでしょ。厄介者みたいな。いやいや、もう怖いから、じゃあ。じゃあなんか、しつこいわみたいな感じですけど、ガチだから。いや、夜はだるかったな、マジで。いや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 。だるいとかしつこいじゃなくて、こっちはガチだから。本当に。マジで。で、2日目もう一個ありまして、え、西尾が、言った地下の殺人事件の後、実はその犯人がですね、自殺した場所があるんですよ。でそれが外なんですけど、パワープラントっていうなんか、あれ、あ、発電所だね。発電所ね。発電所でスティーブと一緒に回ってるシーンがあるんで、スティーブか、そちらぜひご覧ください。ここが紹介したかった発電所だ。すごい、何これ。よし、早速中に入ろう。なんかす、え、怖くね、なんか暗っ。うわ、何ここ。うわ、すごいね。なんか涼しくない？うん、めっちゃ涼しい。寒いな、ちょっと。いや、不気味なんだよな、これ、本当に。
この発電所ではかつて67人が働いていたんだ。この施設の電気を作ったり町にも供給したりしていたんだが、2006年に事件が起こった。お前が昨日行ったトンネル、あの場所で男を射殺した犯人、あいつがトンネルで同僚に手を加えた後、犯人はこの場所で自殺したんだ。ミスター和幸がとかじゃなくて、その事件がきっかけで発電所は2006年に閉鎖されたんだ。ちょっとマジで全然わかんないわ。人殺した後に自殺したんだ、ここで。そうです。どこで死んだの？ここで死んだ。従業員が自殺したのは入り口付近のこの場所だ。なんで頭崩したの？ここ、なんでここで。そこには立たない方がいいぞ。捨てよ捨てよ。今まで泊まってた心霊スポットね、基本的には噂なんですよ。あ、ここでなんか焼身自殺があったらしいよとか、ここでなんか人が死んでたらしいよみたいな、らしい話なんですよ。確定情報じゃないですかこれ。はい、ガチガチです。じゃあ別にこのマシン自体は普通だよね。あとちょっとね、問題が起きるんですよね。ちょっと難しすぎるって感じか。うわ、これ怖いね。ここわあ、ここら辺で別に死んだらないもんね。いや、そこにあった煙突で焼身自殺があってな。あの、little bit of garbage。 おーい、おーぜ、何？何？砂が落ちてきた？焼身自殺の場所に近づいたタイミングですよね。いや、そこにあった煙突で焼身自殺があってな。And a little bit of garbage. おー、スティームがもうピグってなって壁が落ちてきたもん。壁？そう。なんかね、今まで全然、そう、なんかいきなりなんかね、崩れたのよ。焼身自殺の場所に近づいた途端、もう壁がパラパラパラって。ちょうどその壁の中のどっかで死んでんだよ。みんなビビってたんですけど。帰ろう、ダメだダメだ。帰りました。今ガチでめっちゃビビってなかった今、気のせい。他の施設ではこういうことはよくあるんだが、発電所で起こったのは今回が初めてだ。やばいよ。スティーブ、怖っ。お前的にはどうだった？なんだよお前。君がでいいんだよ。You。君がでいいのよ。何お前が。お前が昨日。お前よく言ったよな。だからさ。お前怖かったな。お前。お前すごいな本当に。まあね、ちょっとふざけてますけど、ちょっとガチで。ちょうどそのタイミングでしたもんね。この3人で行ってたんですけど、スティーブがその観光地らしいじゃないですか、観光スポットというか、で案内するんですよ、ツアーとかで、時にあのこの話をするんですけど、一切こういうこと今までなかったらしいんですよね。本当に何十人何百人案内してる人なかったんですけど、だから俺があそこの穴に近づいて、そういう話をしたから、多分なんかいきなりそういうことが起きたんじゃないかっていう、スティーブがマジバレ先にみたいな感じで、いやそう、あのなんかそれまで、ね、温厚というか穏やかだったスティーブが出るぞみたいな。いやなんかね、このパワープラント、まあ結構カットされてんだけど、他にも結構回ってたのパワープラントの。で結構終始ヘラヘラやってたんだよね。まあそうね。そう、スティーブが結構ボケたり。そうなの。そう、人形がわーってなってるところで、そのお前が人形触れよみたいな。いやいや俺触んないっすよみたいな。お前が触れよ。いやいやすやすよみたいな。お前だろ絶対。いや俺触んねえよみたいな。だいぶヘラヘラって最後にこれだったんだよ。確かにちょっとそのバチ当たったじゃないけど、2日目割とカットされちゃってるんですけどね、意外とやってたんですよね。確かにちょっとこのシーンとか使ってほしかったよね本当に。もう最後の最後に尺がもうってなった時の、もうここ切りましょうっていう、2日目だって最初なんか30分ぐらいだったり、なんか最後10分ぐらいになってたら痩せ細ってた。上映会では2日目の昼の下りやって、もうあの男出てきて終わっちゃったんですけど、確かにね、その前にはスピリットボックスの集団もいたし、パワープラントもあったし、そして実はこの後ですね、夜、怖いし、やばいやつ、またちょっと未公開がありまして、じゃあ僕らも行きます。もういいだよ、そのもういいだよ、やばいよ夜は。でも2日目でしょ、めっちゃ怖いからやっぱ。まず話切り上げさせてくんないからね、この人夜。いや大丈夫です。チームなんだよこいつからしたら、終電逃させたい男なんだよ。このくだり毎回じゃないですか。毎回が本当に嫌だろ。しかも見たことないです、この中川が止めるやつ。マジでもうからもね、延長ランになる時多いんだよ。やばいだろう。いやでもね、うわ雷やってる、怖い、やばいじゃん。めっちゃ雷鳴ってる、すごかったよ。早めに帰ろう。いや雷鳴ってましたよ。手なわけですけども、いやこれ危ないって。危ない、大丈夫俺。もう今生きてんだからいいじゃないですか。いや雷鳴ってるからさ、ほんと
これでも俺2日目の夜で映像ないけどちょっと1個話あるんですけど、あのスピリットボックスの集団いたじゃないですか。でまあひとしきり終わってなんか帰るみたいな感じで、そのオフィスにそのでもう一回ばったり会ったんですよ。最初の受付したとこね。そうそう。でちょっともう帰るのみたいな話してたら、あの西尾にスピリットボックス渡したあのひげで眼鏡つけてる男の人いたじゃないですか。そしたら、いやあのみんながいいんだけど俺はちょっとあの今日は帰んないってなんか言い出して精神病棟で何かが起きてんだよっつって、だから俺はちょっとみんな帰っちゃうんだけど一人でちょっと朝まで残るわって言ってて、すごいな。だから実はあの2日目の夜その同居人がいたんですよ、精神病棟に。精神病棟の調査を一人でしてたの。そう、ずっと一人でしてたの。やばいね。すごいね。そいつの方がミスターじゃねえか。そいつすごいな。すごいよあの人。だから西田が結核病といった時には精神病の人についてた。勝手になんか同棲生活が別枠でやってたんだ。リアルタイムでどっちもダブル進行してんだよ。で、2日目が終わりまして、で3日目西尾さんが謎の失踪を遂げたということで、俺ら的には結構焦ってたんですけど、蓋開けてみたら西尾さんはあの地下トンネルの小窓から脱出してたというか脱獄を図りまして、スティーブからスティーブとその時たまたま会いまして、そのままビリークリークという町に移動しましたけども、よくでも出ましたね、あの穴から。なんかね、いや俺もね出れるかっていうとこだったんだけど、なんかね最終的にスティーブも引っ張ってくれたじゃん、やっぱスティーブに声かけちゃった以上これ出るしかねえなってのも半分あったね。どういうことですか。いやいや助けてくれって言うじゃん。でおお前かみたいな感じになって、あこれいけるぞみたいなった時に、あのこっから出ないとまずいなみたいな、ちょっと半分なっちゃって、もう手伝ってもらっちゃった手前。そう気まずいもんな、結局出れませんでした。で気まずくなっちゃうから いけるかってなったら引っ張ってくれたから、あギリギリいけたわみたいな。あそこでもなんか危ないんでしょ。危ないですね。なんかスティーブが結構もう走ってきてたじゃないですか、はい、そうなんか触ったらなんか湿疹まみれになる毒草が生えまってるんですよ。ふざけんなよ。スティーブは本当危ない、マジで危ない、マジで危ないって感じで助けてくれてたかもしれない。本当に危ない危ないって言って速攻草かき分けてました。スティーブあそこでサボすわけじゃないの。サボすわけじゃないです。スティーブはよくあの毒草を抜く活動してるんですよ毎日。で、まあ、ビリークリークという町にまあ到着しまして、あそこは実はグレッグが作ったソードファイトというスポーツですか。スポーツっぽいですね。まあサバゲー的な。グレックすごいな。グレックは優秀ですよ。すごいな、いろんなのやる。グレックはってお前言うな。ビルとスティーブはみたいな。スティーブはあそこで何やってたのかもよくわかんないです。ビリークリークなんかちょっと特殊な街でしたけども、どうなんか思い出みたいなのありますか。結構楽しかったけどね。街行くじゃん、みんななんかわけわかんない仮装してるというか、あれ着てるから、本当なんかこの世界があるのかなっていう錯覚を覚えるぐらいのね。まあ確かに非現実感はすごかったね。あとね、まあ、とにかくね、もう田舎町なんだけど、そこのビリークリークだけとんでもない量の車が止まってフェス会場みたいになってて、あそこだけ人多いんだよね。全米各地から来てたもんな、あれね、すごいよね。その時に結構インタビュー撮ってたんだけど、ララカさんがその未成年は親に承諾取んなきゃダメですみたいな、一人なんか未成年捕まえてインタビュー撮ってたで、親までまあこぎつけてなんとか行けましたってなったんだけど、ちょっと言ってる内容薄すぎて多分予告で1回しか出てきてないやつだからあいつか。あ、お顔みたいなやつか。あいつはもう親の承諾まで取って結構頑張って上の撮影でした。そうだね、疲れたの。本当に行くの。本当に行くの。普通にびっくりして終わってただけだったんだよあいつ。でまあそこでまあビルとも出会ったし、ソードファイトについてあれこれ教えてもらったっていう感じでしたけども、まああれカットされて結構カットしちゃったんですけど、まあ、結構ルールもややこしいんですよね。あの勝ち負けはなとどういう、その剣がこう体に当たったらいいの。まあなんか正確に言うと確か足やられたら足が終わん。そう、縦膝になんなきゃいけない。ああそういうこと。で胴やられたら終わりだっけ。胴体やられたらおしまいで、四肢、腕と足は食らったらそれが使えなくなりますよっていう。でなんか装備とかも回ってそれだったらセーフみたいなね、結構ややこしいんだよ。なるほどな。しかもなんかその審査員がいるわけじゃないけど、結構多分ね
自己申告、そう自己申告サバゲーと同じだよね。だ結局嘘が横行してそうな気はするよね。俺切られてねえよ。あれですよね、なんか用意してあげるよみたいな衣装とかと思ってなんか本当なんか買わされた。あれむちゃくちゃじゃないですかやっぱ。うまいですよね。だスティーブは俺が気使ってもうなんかその出るみたいなあったじゃないですか、言ったら逆にこっちもまた気使うみたいな、買わないとまずいぞみたいな顔してくるから。ビデオもちょっと怖いんだよな顔。威圧感すごいし、黙ってたら結構怖いんだよな。どうすんのお前みたいな顔でずっと見てくんだよね。店連れてったら。でまあそのまま4日目まで行っちゃうんですけど、まあ、結局西尾さんはソードファイトでついに戦うということになりまして、実際ソードファイトが始まりまして全然勝てずにやられ続けたということでしたけども、実際戦ってみた時はどうでした？いやむずいねあれ。あれ痛いの？いや痛くはない、でもむずいマジで。まず矢飛んでくんですよね。あ、矢飛んで、矢も飛んでくんだ。しかも結構な速度じゃない？そう、なんか結構ぼーっとしてるとやられるから、気使いながらこうやってもうなんかちょっとね棒立ちしてると3秒ぐらい経ってるともうすぐ飛んでくんのよ。だから盾こうやって持って構えながら、あと敵がいるわけじゃないですか。敵と撃つんだけど、その敵もやっぱねもう何て言うの、その慣れてるというか経験者じゃん。だからこっちのねこれ打ち手とかやっぱ読んでんのよ。だから全然届かなくて、どうにか隙を探さないとってなってると、あの動画見たの俺になっちゃうの。特攻するかみたいな。そんな攻防があったんすね。あるよあれは、もうむずいマジで。なんか情けなかったですけどね、ずっとえってこう死んでいくしですけど、はっつってやっぱ俺ヒースにやられたとこが一番情けないな。あ、すいません。あとあの超素早い選手みたいなのに、あの気づいたら切られてたみたいな。あれはむずいこいね。あれすごいでしょあれ。だからこんな短いなんかダンベルみたいなやつでちょんと。やっぱ敵か味方か一緒分かんねえもんなあれ。まあでは我々の中でもこのままじゃこいつ勝てないんじゃないかっていうことで、まあちょっとあれだったんで仲間を集めていいよっていうことになりまして、結局集まったのがビル、ヒース、ケンとフレンズというパーティーメンバーを組みましたけども、いやいいメンツでしたね。いいメンツ、名前はいいメンツだな。だカラーリングもなんか全員違ったんだよね。なんかキャラクターはっていいよな。確かにパーティー感あったよな、あの並び。残念ながらあのリトルマックには断られてしまいましたけど。暇そうだったな。ちなみにちょっと僕すごい後悔してるんですけど、あのケンいるじゃないですか。あれケンやっぱ見た目竜なんですよね。竜だね、ストリートファイターの竜だよね。そうだ、竜って言っときゃよかったなっていう。まあでもずっと剣でも通っちゃってたもんね。そうなのよ、剣ね、後々調べたらロン毛の方だったのよ。あ、全然違ったわっていう。本当はなんかドンキーって呼んでくれみたいな。あ、そうドンキーなんだよね。お前の名前なんて言うんだみたいな、西尾がなんかね多分飯野がいない状態で話してた時にお前なんて言うんだみたいなんで、まあ俺はもうドンキーって感じなんだっつって、まあ、ドンキーって結構向こうで言うそのバカみたいな意味合いがあって、うん、あ、そうなんだ、俺はなんかバカなやつなんだぜみたいな感じのちょっと自虐ネタみたいなケンが言ったのよ、うん、まあ俺はドンキーだですっつったら、西はそのドンキーをそのあだ名だと思ってずっとケンのことはドンキードンキーってヒースがバカってヒースがだから、いやまあ前もいいかみたいな。いやドンキーはまずいみたいな顔してんだけど、ケンもちょっと気まずそうな顔してたでしょ。あ、ドンキー違うんだ。ドンキーあんま良くないらしい、まあ、スラング的なことでしょ多分。そう、アホとかバカってことか。でもケンいいやつだったよな。ケン強いんだけど、とにかくその立てないから矢に弱いんだよ。矢で負けられてんだよ。全部矢じゃなかったよ。矢に弱いんだ。差し合いじゃ絶対負けないんだけどさ、矢で全然矢で毎回やられてんだ。でも一人フレンズケンがこいつ寿司やろうぜみたいな感じ言ってきましたけど、あいつは何の活躍もしてないんですよ。フレンズは本当にあのケンのフレンズなんだよね。そうなんですね。しかもあいつはもう最終的に西尾の後ろに隠れてましたから。ひどかったな。どうしようもねえ。でやっぱヒースは頼もしかったね。ソードファイト始まるじゃないですか。でイーノはやっぱカメラマン側だから、その現場にいないんですよね。だから言葉通じるとしたらもうヒースがやっぱ日本語と英語どっちもできるって感じだったから、とにかく僕はヒースに付きっきりでしたね。なんかでもその後なんか2人でメンズコーチのジョージじゃねえかってなんかバカにしてました。してねえよ。してねえよ。いやマジバカにはしてないです。そっくりすぎるなって話はしてましたけど。やっぱ熱いんだよね。喋り方もマインドもそっくりなんだよね。あれしたやろ、なんか言われたんでしょ。マジね、英語喋りになった方がいいよ。やっぱ言葉そのニュアンスは全然違うから、それを知ることによって世界広がるから。いやマジでメンズコーチだよなとか言いつつ、でもあいつ社畜なんだよなってめっちゃバカにしてるな。お前らな、バカにはしてない、面白いなって話ね。なんかそのお前らマジ視野広がるなんか英語とか覚えたがよっつった後に、ところで仕事何してんのみたいな、なんか保険の
営業、まあ、保険会社で働いてる、保険会社で働いてるらしいんだけど、いやマジでお前ら羨ましいわってきちいよデスクワークお前どこで視野広げたんだよめちゃくちゃ固い仕事してたんだよでもヒースと仲良くなりましたからね。だったね、だいぶガチでね、めっちゃ知見だよな、ためで習志野って言ったもん、習志野の本当帰ってきたら飲もうよって話しました、ね、あいつ帰ってくるの、まだか、そなんかそのうち帰ってくるって言ってました。なんかインスタ公開してたよね。そうそう。でも多分仕事の愚痴だろ。大体じゃあ今も呼んでやるか。いいだろ。きついよなって。あとちょっとララカ VS 西尾みたいなのもありましたけど。あそこ使うんすか。いや多分映像はないんだよな。あなんかまあ西尾がもう、まあ、風呂にも入ってないじゃん。うん、で、あのソード入ったと結構汗まみれになってたから、ララカさんがあの汗拭きシートをあの使えますみたいな感じで気使って言ってくれたのよ。なんか西尾がなんか、まあ、西尾によくあるわけわかんないから見て、え、なんすか僕が臭いってことですかって言ったの、うん、そしたらララカさんがはい少しって言ってそしたら西尾がえ臭いんすか僕みたいないやてかなんかあの青い布自体も臭かったんだよ、まあ、それもそっちかもね、あの衣装も布のことですかって言った方がよかったもん、ね、あ確かにな、いえやめろお前、違います、結局僕が臭かったんですけどいいのよ。でちょっと、ソードファイトの話になっちゃったんであれだったんですけど、西尾さんはですね3日目4日目とナースステーションの方に調査に向かったということで、老人精神病棟ね、ナースステーションもナースステーションで確かにちょっと一気に雰囲気変わるとか病院感が出てきましたよね、あそこ、まあ、病棟って感じだったね、あそこはなんか虐待が横行してたみたいな、貼ってあるもんね壁にね、サムは。あれはもう実際にやっぱあそこら辺で有名だったみたいな話で聞きましたね。もうバチボコだったらしいですからね。マジで。なんすかバチボコって。バチボコな。バチボコにあったらしいっすよ、もう。パンパンっすか、もう。そう、もうパンパンだったらしいっす。まあ要は老人の頭おかしい人なんで、言っても信じてもらえないみたいなとこもあったのかもしれないですよ、ね。結核と精神病棟にも貼ったらしいですよ当時は、全部に。あ、そうなんだ、はい、あそこの十字になってる廊下がですね、あのナースステーションの中で一番やばいんじゃないかみたいな話だったんですけども、そこでちょっと奇妙な現象というか、突如なんか扉が閉まるみたいなことはもありましたけど、 あれやばかったね。あのさ、奥のさ部屋のあたりからなんか鳴ってない？なんか扉の重さ的に絶対閉まんないですもんね、あそこ風吹いてなかったんですよまず、で風中まで入ってこないんだよね、あれ閉まってるから、うんうん、で風吹いてたとしてもその重さで動くような扉じゃないんですよね、うん、うわマジでいきなりヒュッてなんか、いやマジ寒気したんだよね俺、えってなんか後で聞いたら、やっぱあの西尾が見てたあの閉まった方の扉側の廊下の奥が一番やばいっていう、うわーそうだ、みんな見てるっつってた、みんな見てるっていう場所がなんかあるらしいですもん、みんな見てる、もうみんな見てるらしいです、来る人来る人が、え、あ、来る人が見てるってことか、そうそうそう、もうみんな見てる、幽霊がみんな見てるってことだよね、まあ、幽霊も見てるでしょうけどお互い見てんのよお互い見てんのか、目撃情報がもう絶えないっていう、スティーブン俺も見たっつって、で4日目なんか、まあ、これはまああくまで噂程度の話でしたけども、なんかトーマスという男がいて、そいつの写真みたいのが401号室発見みたいな、まあちょっといたずらかなと思う部分もありますけども、扉の方で霊が見るって話がさっき言ってたじゃないですか、うん、でその扉をくぐってすぐ左側かな、うん、にあのそのトーマスの部屋が多分あったんだよな、あれだからちょっとそのさっきの霊というか動いたやつがマジでちょっと関連付けられるとしたら付けられちゃうんだよね、あここさっきこう動いたのはこれが理由だったのかなみたいな、そこら辺が本当にあの僕の中でやっぱなんか不可解だったなと思いますね。その後だって西尾が人影見たっつったのもやっぱあの廊下の奥でした、あそう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 、そっからなんかヒュッて影があったから、じゃあマジでそこだったのかなってやっぱ未だに思うんだよね。まあ正直まあ僕ら目線、まあ、影見たとか騒いでるみたいな、えそういうパターンかとか思ってたんですけど、翌日の朝ですね、ビルが調査犬私に来たタイミングで西尾さんにもしかしたら霊感があるんじゃないかみたいなまあ今までそのいろんな人が見えると呼ばれる人が見てたものと西尾さんが見てたものがなんか謎に一致するっていう、まあ霊感があるというかもういるんでしょそこに本当に、まあ確かにそれを西尾が見えるようになってたってことだよね、さらに力が増幅したってことか、だからもう最強の霊能力者ですよ、なんで見えて倒すことができるバスターできないよいやだからバスターしてないだけですって、うん
まさに指摘し方教えて意図的にしてないだけで自然としてるっていう。いやこれってさ、ゲームとか言ったらさ、バスターできないくせに無謀に行くわけじゃん、うん、でなんかその攻撃手段持ってないのになんか敵の陣地に乗り込むみたいなわけの分かんなかったじゃない。いや多分その訓練をしてないから自分はその力ないと思ってるかもしれないですけど、その生活しながら勝手にこうレベルアップしていくっていう、その悟空みたいなタイプなんじゃないですか。そういうことか。いやこれ最終的にどうなんの俺。いやだからもう最終的にはもうすごい呪いとかをこう行くだけでやるじゃないですか。よくあの物壊す時とかにこうなんか霊媒師がこう祈るみたいな、あれに参加できるんじゃないですか。あれの一角になる。もうこれやらずに、あ、わかりました。じゃあもう僕は一回ここで一日住むんで。いやすごい。そしたら自然と全部ジョーカーです。新しい能力じゃないか。最強じゃんマジで。実際でもその見える、それ本人次第みたいなとこあるよね。西尾がもう俺そういう能力使えるからねって言っちゃえばすごいじゃん。まあ、本人にその意図がないから今無理ですっつってるけど、だから本人的にはその何もできないけど見えちゃうって一番そういうのじゃわかんない本当に本当に。そんないろんなが発覚した後のまた昼間のスタッフ絡みなんですけども、え、夏はいつできんの俺。それはまあでも早めに出ることもできますよ。今日脱出したら終わりなんで。え、ほら窓ガラス割っていいの。あ、それダメです。多分マジでグレッグ怒ってます。確かに切れますね。グレッグは脱出してほしいわけじゃないです。調査してほしいです。僕ら脱出してほしいですけど、まああとあんま詳しいことじゃないですけど、お願いだからグレッグの機嫌損ねないでください。なんでグレッグの機嫌損ねたら本当に日本帰れなくなるんです。全員帰れなくなるんです。アメリカ帰れなくなるんです。グレッグの機嫌損ねたら一緒にアメリカから脱出で一緒にやればいいじゃん。俺いや巻き込まないでくださいよ。何巻き込まないでください。巻き込まれてなかったです。今まで心霊スポット行ってました、うん、最初関東行って、で次、人形島メキシコ行って、で今回ここですけど、こっち怖い本当に。もう全然違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 う。わかりました。じゃあこちら脱出口の場所だけ全部教えようよ。ほら脱出口じゃないそれ。あれ出すぐ来ます。何回行くんだね。一緒に行かないです。一緒に行かないです。君だけ5回です。どうなんの。いいの犠牲になってくれ。いいのごめん犠牲になってくれ。いやだやだ俺怖い。力が熱すぎよ。いやだ。道連れされて。やばいやばいやばい。やばいもうガチの精神病状の精神患者よ。うわもう怖っ。マジでアメリカの例だなね。お前らすごいな。怖っ本当におかしかったよ。本当に怖い。どうつってんだよ出口の方がつってんだよ。何ですかこのホラー映像。もう5日目まであれやってるんですよ本当にね。まあ5日目どころじゃないですよ。3、4もありましたね。だから下りとかじゃないのよこっちは。その別にあのシーン撮りたいとかじゃなくて、普通にもう出たいからやるだけなのよ。ちょっと後半ガチになってたしね。この頃一番怖かったね。後半ガチであれなんだけど、ずっとガチなのよ。この辺からもう折り入んのやめようっつって、そのそ、ね、あの穴越しでの会話で切り替わる。で、こっからがそのもうガチになってしまいまして。だからガチなのよ、ずっと。もう一日目からずっとガチですよ、僕は。出たいです、出たいですわ。こっから本当のガチになってしまったので、夜に精神病棟じゃ行ってきてくださいっつった時に、いやもう行きませんと。なんで俺がそもそも行かなきゃいけないって、もうそもそも論の話になって、いや出た。最終的にはその昔やってたじゃないですかって言ったら、もう今はだってもう100万人いますから。あの時とはもう立場も全然違いますし、こんなのほんと底辺 YouTuber やかしたけんです。そうだったな。いや合ってるでしょ。底辺 YouTuber と僕の皆さん違いますからねっていう伝説のモードになった後じゃあもう分かった、せめてそのナースステーション通り過ぎて精神病棟前まで一緒に行ってくれっつって、僕らと一緒に回った下りがあるんです。あったな。あったな。長かったな。あれも。あったな。離れてないか。いや、こっから先は行ってくださいみたいな。そうそう。ここまで来るのも大変だったからな。大変だったら。どういたいもいるよ。どっちがどっちだ。これが。奥が西岡。あ、これあれだ。奥がスタッフ。奥がスタッフか。このカメラは西岡。あ、そうだ。俺らあの扉までしか行かないっていう。どういたいは。どういったりいる必要か。3人いるかどうかめっちゃ確認してくる。いるいるいる。2人いればいいだろう。ごめん。ちょっと歩いたらすぐ後ろ振り向いてね。マジだるまさんが転んだだったんだよ。あ、まだいる。怖いでしょマジで。怖いね。真っ暗すぎてもう映ってないもん光の通しが。もうゾワってすごい未だに見ても。なんか奥にいんのかな。ん？あら帰ってきちゃった。どうした？
俺らこれ多分ライトだけ置いて隠れたんだよ。あ、そうだ、いるふりしてこのね、横の部屋にいたの俺ら。あ、そうなんだ、隠れたのよ。し、一旦カットでいきましょうか。すいません、怖い怖い。一旦カットでいきましょう、マジで。帰るね。怖いからね。帰ります。そいつやばいな。いかじだしや。あのオフの、オフの声でおびき出そうとしてたもんな。パルクルみたいになってんだ、なんか。怖いから、マジで。長いね。長い、本当に。そう。でも俺らがいないから。いるじゃん、あいつは。そっか。まあ、この手前の下りでも結構ゴネスさんですけど、ゴネスたれ、そもそもあんま先頭すらあんま行きたくないけど。いや、もう怖くてね、本当に。少しでも情報するとね、どんどんつけ込んでくるから。しかもなんか俺らが隠れたりするとちょっと機嫌悪くなってくるんだよ。だから一回カットで行きましょうの時とかも俺部屋に隠れてたんですけど、でも俺あんま聞こえてなかったんだよな。俺がダッシュしてる音聞こえなかった、つながった。なんかそのカットで行きましょうぐらいまで聞こえてて、その後なんか俺ら目線もいなくなったんだよね。そのお互い神隠しみたいなね。俺ら目線はね、その隠れてて一緒がなんか一回カットしましょうみたいな、結構マジトーンで言ってて、あいつがあっちでビビってるよみたいなこと言ったらいいのが、いやこれ結構マジで切れてるっつって。割とすぐそれでバンって出てって廊下出たら西尾の姿がなくなってて、あれみたいな感じで思ってたら多分速攻逃げてたから。すごかったね、忍者ぐらい何も聞かなかった。そう、何も聞かなかったね。でもあの後なんか探しに行ったのが変な感じになってなかった。あ、そのシーン ある。あ、それもあるんだ。あ、じゃあその後半、そう、西尾がダッシュした後どこに行ったかをスタッフたちが探して、俺ら目線ってことね。そう、見つけた時、これどこだ、あ、いなくなったとか、いなくなったとで、西尾探してるとこだね。で、一回いないから俺らが一回通過した感じだけど、だいぶもう結核まで来たとか。あ、だいぶ探してるみたいな。戻るはないと思うけどな。クッション、何やってんの。怖いんだよ、本当に。怖いよ、乗り移ってるよ。いや、ここの人にこいつが隠れようって言うんで隠れてました。怖いよね。なんつってんの。切れてんだよな、もう。これ切れてんだよ、怖いんじゃないんだ。これは切れてるよ、切れてんだ。だって俺ら隠れてそういうのしちゃったら。どう帰ってきたの。いや、走って帰った俺。え、走って帰った。え、俺らすぐ出たよ、早すぎない。足音聞こえなかったけど。めちゃくちゃ走ってたよ。マジで怖いっつってる。1個点勝ったらお前らになったし。これ分かんねえんだよな、切れてんのが。出すため、出るために。演技、演技で、これ演技なの。ガチの復帰。え、半分半分ですか。どっちですか。これ、いや、半分半分じゃないですか。切れることによって本当に帰らせてくれるかっていう希望はありますよ、これ。ちょっとちょこちょこそのチャレンジやってましたよね、多分。あ、バレた。ここの下り多分1時間半ぐらい撮ってたんじゃないの、もろもろ。そうなの。結構探したもんね。いやさ、こっち目線めっちゃ怖かったんだよな、うん、マジでいなくなっちゃった。いなすぎて、で本当におかしくなって、なんか変なとこから飛んじゃったんじゃないかみたいな、うん、うわ怖いね、それは。窓割っていいってだって昼間言ってたから。あ、その勢いまで来たかこれって思ったけど。で、精神病棟にその後、まあ結局行ってくれまし、行ってくれましてというか、行っていただいて。なあ、本当におかしいな、こんなこっちが気使ってんのに。でもお前よく言ったよ、あそこ。いいよ、お前は。お前はいいのよ。精神病棟で特に噂されてるのが、まあ、2階と5階だったんですけども、2階はなんかね、あの通りがやばいみたいな、受付の通りがやばいみたいなので、よく精神病棟の従業員の人が夜中になんかそのお化けになんか掃除してくれみたいな、俺が住むあそこ掃除してくれみたいに言われてて、それでなんかその言葉が聞こえちゃったんで掃除してたらしいんですよ。でもそれを見えてない人からしたら、お前何やってんのみたいな、いやお化けが言うんだよみたいなこと言うんだけど、いや旗から見たら、いやそんないないでしょみたいので、その人が今度逆にその精神的におかしくなったんじゃないか的な扱いを受けて辞めちゃったみたいな話とかもなんかあるらしいですけど、精神病棟のあの2階はその従業員の人は夜中によくなんかあそこで何かを見たみたいな話があって、西尾もまあそこに行ったタイミングで、西尾的には多分まだ俺らがいるんじゃないかみたいな感じで、どいたに、岩田、いいのって言っても返事なくて、ハローっつったタイミングで、
なんかみたいな、カンみたいな音鳴って逃走するみたいな感じでしたけども。誰かいますか？土井谷、飯野、岩田、はい。返事をするかのように壁を叩くような音が鳴った。あまりにタイミングが良すぎる出来事に、西尾は急いで精神病棟を飛び出し拠点へ。精神病棟でもやっぱ違いましたか？いや、めちゃくちゃ怖いでしょ。そうしてばっかだね。怖いですか？めちゃくちゃ怖いでしょ。なんか振り返りトークのそのテンションなんです。いや結構怖がらして俺も思い出して、いや思い出したって思い出すと多分いや俺の記憶だもん、ほぼあの映像は俺の記憶の一部なのよ。やだな、あんな鮮明に記憶残ってたら。そうなの。いやでも本当にね、あのリアルマジで怖いぜ。怖い。そうね、だっているからそこに自分が、うんうん、で今思い出しちゃったもん、その言ってて、うん、そしたらポンって後ろ音鳴った瞬間。確か思い出させちゃった俺らのせいだな。気遣いすぎだ。ざけんなよ。じゃあ帰らせてもらいます。いやいや、すいません。あ、違うの。で、まあ精神病棟からその後西尾さん逃げ出しまして、その後電話が鳴って、またあの地下に行ってようやく須藤とつながったという。で、その須藤さんの話はですね、ブルーレイに今収録されてるんで、そちらで確認していただきたいんですけども、はい、須藤の声が聞こえるっていうのはどうなんですか、本人的には。いや、まあ、特に嘘つくな。嘘つくな。特にじゃないですかね、やっぱ。お、須藤？いやいや、盛りすぎです。いや、盛りすぎです。あ、須藤か。いや、盛りすぎです、本当。まあ、なんか話せるぐらいじゃないですか、本当に。気が、なんだよ、気が紛るぐらい。お前、かっこつけんなよ、お前。全然そう。嬉しかったくせに。嬉しかったくせに？電話つながってね。で、まあ、そこからまあ脱出に向けての、まあ、話になっちゃうんですけども。まあ、スタッフがなんかチャリで来るみたいなとかもいろいろありつつ、須藤さんが塩が買ってしまうとかもいろいろあったんですけども、特にちょっとあんま本編で軽くしか触れられてなかったんですけど、飯野さんと西尾さんがだいぶいざこってたというか。え、なんかどこのシーン？本編で使われたのは、あの飯野のことぶち殺してやるお前っていうシーンでしたけど、その手前、その後にもう一回あるんです、実は。え、お前すごいな。そんなやってたっけ。通訳の恨みがあるんだろうな。まあ、こっちもイライラしてたしな、早くやれよって。ええうわ、うわうわ私悪いやば、こういう待ち構え方もあんだ。ホラーゲームじゃないか。すいませんでした。あ、ちょっと、じゃあ準備します。マジでホラー映像だ。なんで立ってるのかなと思った。いや、準備するんで。準備する、すいませんでした。準備する、一旦すいませんでした。何の準備するの？こっからは出れないです。こっからして、すいません、さすがに。こっからそのこっから脱出してもちょっともう動画的にわけわかんないんで、これずっと足で止めてくんだよな。足で止めてんだ、これ。これ足入ってる。6日目終わりでしょ、じゃあ動画。面白くないです。6日目これでいきます。お前マジでちょっとあんま調子なの。それが録音されたんだ。一回こいつだけ覚えてた。あ、そうです、ダメ、それ言うのもブレちゃうんで。ブレちゃう、ブレちゃうって、そのブレちゃう。お前のがブレてんだろ、お前。なんでお前自分たちのこと辛いやつみたいに言えんだよ、お前。いや、すいません、それはちょっと間違いました。ほら、それそうだな。それに切れてたのか。こいつ言ってたよな、さっきの。言ってました。いや、それは申し訳ないです。じゃあ一緒に行こう。いや、それ西尾さんの方が辛いっすわ。お前精神病棟行ったことあんの？いや、なんかちょこちょこありますよ。ちょこちょこある。ちょこちょこある。一緒に行こうよ。めっちゃ怖いっす。怖いよな。いいの、結局西尾の方が辛いよな。いや、それは辛いっす、もちろん。本当か、お前。こうやって言ってるんで。すいませんでした。一回頭下げようか。本当すいませんでした。もう今日のところは許してください。すいませんでした。すいません。じゃあまたな。はい。すいませんでした。じゃあ一回足どけてもらって。マジでどけたくない。マジ。一回どけてもらって。強制的に。本当すいませんでした。やっぱこいつ。猪野さんどうですか。てめえの方が楽だよな。なあボケ。やばい。早く。あ、これやばいよこれ。目出せ目。お前目出せお前。突き刺してやっからよお前。手間見てやってます。ひどすぎだろお前。ひどい絡みだね。手間事件か。そこじゃないでしょ。その後素材見たら西がチンコ出そうとしてたんで。どうしたあそこに入れて手間からもっと行こうとしてたんだけど。多分ねベルトとかいろいろあって俺ら帰っちゃってたから。でも実際どうなんですかね。1週間住んではるのは俺はすごいと思いますけど、それと裏で頑張るスタッフって、まあ実際どっちが辛いんですかね、猪野さん。スタッフでしょ。
はい、お前もういけるかな、こっちいけるかな、手の届くなんか一発で殴ってもいいっすよね、正直なんでだよ、やったことないし、だってスタッフお前ってブレんだよ、なんかその政治部と行ったことないだろっつって、行ったことないですって言えよ、お前なんかちょくちょく行ったことありますけど、ほんとしょうもないこと言って、お前俺だって結構一人で行ってたから、だからそのもうインサート取り行くってのはもういや、いらないのよ、本編的に本編的にいらない情報なのよそこはもう行ったことないですの方が、そうなのよ、いや俺嘘つけないからいやこいつ今嘘ついてました、え一人で行ってよっつってましたけど、はい、こいつ一人で精神病って行けないです、うわいやいや、でも行ってましたよ、うわええ俺についてきてもらったら、お前ダッセーダッセー、お前俺いないと何もできないんだ、おめえが言うなよお前もか、こいつ一人で本当どこも行ったことないちょっと相関図がややこしいっすしかしですね、そんなあの西尾さんと飯野さんの対決に若干決着がついたのが今回のスペコンですか、ああ確かに飯野太一の一泊二日心霊スポットの旅、はい、実際でも心霊スポット行ってみてどうでしたか、スタッフと演者両方経験してみて、うーん、まあ普通にスタッフの方が大変でした、いや全然やってみて、1日だからね、演者やってみて1日だからね、いやあのとにかく暇なんすよ暇なんすか、あの拠点あるじゃないですか、拠点で座ってる時マジで暇すぎてあのまあ探索はまあちょっとその怖いですけど、もちろんそれが暇すぎてマジ何やってんのかなっていう、言うね、あスタッフはやってたけど、いやなんかずっと外でなんか待機ですか、うん、何してんですかいつも皆さん、あれもこっち暇で仕方なかったんですけど、あ確かにあれは確かに暇界だったね相当いやいやお前もうこっちの暇だって動画も撮んないからデータ整理とかインサート撮ったりとかいろいろあるからさ、暇だったな、バッテリー変えたりとかカメラ変えたりとか、いやお前以上暇だったわ本当に、なんかやることなさすぎてびっくりしたもん俺始まりました企画、うん、さあ何すんのかな、何もしなくていいんだ、って一応ビビっちゃったもん、そうです、それは そういう回だった、いや、もう何もしないことが一つ心霊現象でしたわ、ゾワッてしちゃって、これ何すればいいの、拠点で、何もしなくていいの、拠点でこう座ってて、あれこれ、撮影これみたいなこれ座ってるだけの撮影みたいな、スタッフってこんな楽なんだまあ全部あの年始のスペシャルコンテンツなんですまあそんなこともありまして、ここから脱出みたいな感じですけども、最後西尾さんがですね、まあいつも通りと言いますか、最後脱出に向けて結構熱く語ってくれたんですけども、こちらも残念ながら本編では尺の都合上カットされてしまいました、うわもう尺がもう使ってくれよ、なんで今回こちらの未公開映像の方で、いや苦労しなくていいんだよ別に、西尾さんのその脱出に対する思いっていうのをね、えどんな感じだったっけ、心霊生活6日目なんですけど、やばいなこのビデオメッセージでやってる、ついに脱出の時が来ました、なんかキャラ変わってない鼻水止まんねえ、原稿読んでる、やだこれやばい、ズビズビ言っちゃう、鼻水止まんなくてズビズビ言っちゃう、あ鼻ね怖っ、ハウス出すってやばい、心霊生活今独り言の声量じゃなかったでしょ、ついに脱出の時が来ました、緊急速報みたいになってついに原稿読んで脱出の時が来ましたついに脱出の時が来ました、いっか1週間心霊スポット生活薬入ったな、6日目、ついに脱出の時を迎えました、はいな、怖い怖い、心霊スポット生活おはようございます、1週間心霊スポット生活6日目、怖いって怖いよ、ついに脱出の時を迎えることになりました、今までですねここで休んでたテイク4使うんだ6日間あったんですけど、テイク4使えばいいんだねこれは、須藤と連絡を違った力を取ることができるようになって帰りのチェキの場所も行きます、どこだいどこがな、帰りのチェキの話じゃないんだよね、須藤との連絡も取れることになりまして、脱出のチェキの情報も多分夕方頃にはもらえることになりそうです、そうだね、え脱出しますかそうそう、早く脱出しろよ、ラスト勝負まで、テイク23なんだよ、もうちょっと時間が経つのを待って自分に切りすぎるな、それまではでも確かに鍵の情報来るまで暇だからずっと撮ってると思います、あーやったカメラ止まってる、
バッテリー止まるって相当でしょ。一回休憩してるしもう。あ暇だなこれ確かに。うわ。お前テイク24も取るから疲れた。疲れる。こんだけ取り直してカットですか。残念ながら。いや残念です本当に。これは残念だな。これは残念ながらすぎる。いやだって締めの言葉40分。よすごいな。1時間は取ってるじゃんって。これがでも一番わかりやすい例なだけで。西尾が喋ってるじゃん大体でもこのパターンが多くて、まあ、人形島もそうだったね。今回編集外部の人が若干入ってくれたんですけど、その人に西尾結構撮り直すから素材大変じゃないですかって言った時に信じられないぐらい笑ってました、ね、いやそうなんですよブラスあるんですよつってここあもう一回あんのかこの先みたいな。あれなんかここカットしたよなって思ったところがなんか何回も出てくるんですよ西尾ループって呼ばれてますね。呼ばない呼ばない。まず説明しますか。ああいいですか。基本これ全部使ってほしいというよりかはなんかフレーズを切り抜いてなんか映像とか差し込んでうまくなんか繋げてほしいなと思ったんですよ。いいところを使う。って時に噛んじゃったり言葉変わっちゃうと意味変わっちゃうじゃないですか。うん、さっきの僕があったんですけどまあ、最後のねまあ、チェキの場所もねって言ったじゃないですか。うん、これ違うんすよ。うん最後鍵の場所なんですよね。鍵の場所ね。チェキの場所なんかしてどうすんのって話で、やっぱこれ出ちゃうとおかしくなっちゃうんで、まあ、こういうねニュアンスとかをでゴスト添いでいくとあのテイク24になっちゃうっていう。でもその繋いでほしいって言われるの結構なんかキャラ変えません。これもあれ、ね、何パターンか撮ったのよ。その本編でラストなんかバラエティっぽいシーンもあったじゃないですか昼間に。そうですね。なんでまあ、なんかラストが感動的な方にするか怖い的なムードがあるかみたいな、どれでもいけるようなパターンを撮っとくんですよ。ああそれ。そのいろんな西尾を出した上がもうテイク24個になる。そう。で、その中で動画に一番合う西尾を使ってもらって、その、最後に感情移入しやすいような動画ができればなっていう感じだと思ったら、全カットですか。これはでも渋々でしたね。どの西尾も合わなかった。なるほど。ダメ出したんだ。どの西尾も変わってねえのよ。で、まあ、西尾さん最終的に脱出したっていうことで本編終わるんですけども。おめでとうございます。その後ですね。結局精神病と誤解に行ってないということでですね、そこからブルーレイが出た現在発売中ということで、ブルーレイなんか見どころとかありますか。ブルーレイだからその本編はバラエティとホラー半々ぐらいですけど、バラエあブルーレイの方は結構ホラー寄りだよね。だいぶそうですね、結構ガチホラーだなっていう。心霊現象のお祭りみたいな感じになってましたね。あとそれこそ西尾が井野にお前も行けよみたいな感じで言ってるけど、今回は僕らもちょっとね行きましたね、出動しましたからね、全員できましたよ。それもでも本当にいろいろありましたけどね、いろいろあったね。そこまでそれまでもなかったな、あるな、それも長かったしまあちょっと見てもらえば分かると思うんですけどね。いやお前らの全員だもんな。うん全員でな、全員で行けていいんだ。一人じゃないとね、やっぱ。いや西尾さんブルーレイひどかったじゃないですか。ブルーレイひどかったな。あと YouTube が見んの俺も。ひどかったなマジで。本当にひどかったよ。ブルーレイ終わったもん俺の中でも。マジで。ブルーレイそんな多くの人見てないからいっかみたいな。違う。YouTube の主役はもう入りました。あとはもうブルーレイ皆さんにお任せします。明らかに舐めてたもんなブルーレイ。なんかお前らがさブルーレイをなんか自分たちが主役出すみたいな言ってたじゃん。スタッフの生活があるからみたいな。それディスク2じゃないですか。だから俺はもうお前らに任したかったのよブルーレイは。飛び戻す。あ大御所。いやそうそうそう、もう俺はもうメインは張り切ったぞ、うん、もう俺は終わりだ、メインはやった、あとはお前ら任したぞって。でもブルーレンでいうのもこいつはこんな態度じゃなかったっす、うん、もう無理ですであとまあほぼカットになってた須藤さんの話もブルーレンには乗っかってるということで、うん、ちょっと待ってください。はい、ちょっとカットって言い方やめて。その言い方はこれよ。そうそうそう、なんですかそのカットってっていう言い方はなんかおかしいですよね。めんどくせえな仕上げカットじゃなくて何なんですか。おかしいですよね。だからそのブルーレイ用で撮ってたわけでしょ。だからそういう、まあまあ要はそうですよ。それをなんか面白くなかったみたいな感じだと違うと思うんで。そうそうそう、面白なんかその一応その日本版と西尾版の撮っててどっちかが面白かったら YouTube にしようみたいな感じではなく、西尾のが YouTube、 須藤のがブルーレイっていうことですよね。もちろんそうです。そうですよ。なんかねえカットっちゃうこっちもなんかあれじゃあ面白くないのかなみたいに思われちゃうから。あそれは申し訳ないです。僕のところは本当にめちゃくちゃ怖かったです。まあちょっと和ですよね。本当に和の本当にもう日本の怖さというか全くバラエティ要素ないです。まあ、結構マジでアイヤのね、うん、それもなんか事件から事故が起きて今ほぼ使われてないような本当にやばい。いや本当にもうやばいと思います。あそんなやばいんだ。え何死んだの。一人です。ただ
5000人って言ってましたよね、うん、多分5000人は弱いんですよ、その5000人うちもう本当に日本三大音量の一人日本三大音量の一人があそこにいました。日本人でしょ日本人、それはそう、いやアメリカ人の例はもう怖いでしょ、だってでも5000人ですよね。須藤さんは何でしたっけ、日本三大音量の一人があそこにビッグスリーであんの。ただ僕は西尾さんのとこよりも本当にいけないことが起きちゃったというか、あの僕本当にこうやって言っちゃっていいですかね、まあ、一個その言うと、夜寝てる時に僕も宙吊りになっちゃって、宙吊り、はい、浮いたんですよ僕。そんな朝原みたいなシーンなかったですいや浮いちゃった、そう浮いて、悲しまりとかじゃなくて、悲しまりとかじゃなくて浮いて浮かされたんですよ、で地面に幽体離脱、そうそう、で地面に叩きつけられたというか、あそれカットしちゃったかもしれない、なんでや、本編でも見てなかったんで、確かに、え須藤がリアルのこの須藤が宙吊りになって落ちんの、三大音量がもうやったん、人強すぎだろ、強その音量、まあ最後まあなんとかもうやって分かって出てきたの、やって最後は嘘くさくなっちゃいますハイティン、ハイティンはもうぜひ見てください。でも結構起きてたよねマジで、いややばかった、あ本当、普通に須藤の方で YouTube のそのメイン1本いけるぐらいの怖さではあって、うん、確かにね、アイアさんだしね。でディスク2の方ではですね、鬼畜スタッフ3人の毎週間生活みたいなのが上がりました。やみねえや、なんか楽しそうでしたね、あるでしょ、全然辛かったね、楽な生活でどうすんだよ、大変そうなとこは分かるんじゃないですかね。そうだね、こんな辛かったかっていうね。でもあれでしょ、これ動画なんて辛いシーンなんかさ、もう辛かった時はなんか辛くできんじゃん、お前やってないそこら辺とか。やってないです、辛いシーンはもうなるべくカットしてます、楽しいように見せてますなんとかお前。いやでもなんか一個だけなんか見せたね、チャリードとかね、あれは大変そうだったね、あれの真実もね分かるしね、分かる、チャリとか大変チャリでここだけどれぐらいなのチャリであそこまで行くのは。1時間ぐらいかかるんじゃない、1時間以上かかる、大変だね、しかも炎天下ですよ、本当にきついよ、その行ったらさ寝てんのよはいはいいいよね、そう腹立つな、それはね、寝てたら、そうそうそう、帰りもさっさかったにチャリこいで帰って寝てんのよいいよな。で、言い方うまいな。起こして。そう起こして。で朝だよって、うん。で、行きたくねえとか言ってんだもん。行くだけだろっていう。それは、それは大変だな。まあ、それでまあ大体本編の話は終わりなんですけど、ちょっと怖い話がありまして。これ本編で映ってた時計なんですけど。あ、あれやん。あの撮影終わったらなんか割れちゃったんですよ。本当だ。危ない。え急に、いやなんか持って帰った時は別に何でもなかったんだけど、別に何も落としてないのにスタジオ置いてたら急に割れてたみたいな。えもう連れてきてんじゃん、持って帰ってきてるやん。あえお前は持って帰ってきたなんかね。いや俺はだからその日本三大音量の一人はなんとかそうしたからだからこれ俺の例ってこと。そうだね。あじゃあアメリカ人の例の方が強いじゃん。いやついてきちゃって相当寂しがり屋だな。いやいや絶対こっちの方がお前こっちの方が全然怖いからやっぱみたいなことはあったし、なんか生配信してたら急になんか接続悪くなったりとか。あパートワンね。うわやっぱどっちの例かな、やっぱわ、いや、わかんない、もしかしたらそのあの、ポケモンバトルじゃないですの俺の例行けみたいなね怖いなそれ、ちょっともう捨てようよ、もう怖いから。これでもなんか西尾さんの実家に、なんで、確かに樹海と一緒、樹海の隣になんで、俺死んでるはずだよ、俺の家確かに家族いい迷惑だなてなかわけで、これで1週間心霊スポット生活リボンは終了となってしまうんですけど、お疲れ様でした。あのグッズがね、はい、あの今回の出まして、まあ主にあとブルーレイとか、はい、まあ、初回限定版とか、うん、まあいろいろあるんですけど、こちらがあさってから始まるペドロ1週間逃亡生活の特設会場にて5大都市、全国5大都市で販売されるということで、うわぜひこの心霊リボングッズをね、その会場に買いに行ってほしいなと。確かに、はい、そうしてたらちょっとねその会場でいろんなことが起きたりとか、なんかハプニングがあるかもしれないという。しかも1週間やってるんですよねその会場、はい、だからもう都合が合わなくても1週間のうちに見つければいつでも行ける、いつでも行けますね。この T シャツ、はい、T シャツとあとこのハーフパンツと、あとは、ラバーコースターと、あとイノのサングラス、今、はいはい、なんかねしてないです、ね、今あれ、はい、あれしてない、なんでしないんですか。いやあの僕なんかその取られちゃったんですけど。え取られた、あなくなったの、あの上階でなんか貸してって言われて、うん、あの取られちゃいました、帰ってこなくなっちゃいました。確かあれでも性能すごいもんなあ性能、どういう性能なんですか。紫外線 100% 上がってます
そうなんですか。絶対、はい、絶対にすごいな。まあそのサングラスもありますし、あとはブルーレイと初回限定版、あとはまあ今回サムネイルキーホルダーみたいな出したんですけど、それとかですかね。いっぱいだな。はい、まあいろいろあります。まあそれ以外にもね、今回のペドロの、あの新しいグッズとか、あと過去のグッズとかも売られているので、ぜひ特設会場をフラッとね立ち寄っていただきたいなと。もしかしたら僕らがいたり IND がいるかもしれない。あら、でまあもう早速あさってからその企画が始まるということで、明日、その告知というかルール説明とかを改めてやるということで、うんうん、おそらく生配信もやりますし、でも動画も出すんで、まあ視聴者参加型の企画なんで、その辺については明日の、ね、動画と生配信をご覧ください。はい、というわけで以上、1週間心霊スポット生活リボンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。